はいどうもガジマルです。今回は指導者図第7弾平常戦以降の指導者たちの魅力について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。もう7弾ですか。早いな。今回は皆さんサムネでお察しの通り間違いなく配給史における名シーンがございます。楽しみにしていてください。それでは早速参りましょう。前回は及川の後方嫁面入畑監督で終わっております。続いて及川徹底的にサーブで田中を狙います。全然取れません。推しキャラのアイコニックくらい取れへん。そんな田中に上でいい、セッターに帰らなくても上に上げさえすればどうとでもカバーできると優しくかつ具体的にアドバイスくれます。田中も勇ましい顔になってます。やっぱ名前優やもんな。ところで影山くんよ、え、何？あまりにもイケメンが過ぎやしませんかって。逆に何を持ち得ないのだって。さっきの2はあれはなんだね。すいませんでした、焦りました。謝罪早っ。シャーマン、そこで必要以上に攻めず、自覚があんならいいや。優しいね。そうよね、自分がミスったと分かってるかどうかが大事なんやから。そしてあと何と戦ってんのか忘れんなよ。及川じゃなく青葉城西だ。そんで戦ってんのはお前だけじゃなくカラスノだ。いいワードチョイス。影山まさに及川のこと恋してるくらい意識してたし、自分でなんとかセナと2をしてたところを見て戦ってんのはお前だけじゃなくカラスノだと、今影山に一番必要な言葉。なんでタケちゃんしかりこんなドンピシャで言えるん。アドバイスで変人速攻してるやん。どういう意味。続いてまたもや及川サーブ。田中打つんですがブロックに阻まれます。カラスノ高校2回目のタイムアウト取ります。流れ悪いからね。観客からもあの坊主大丈夫かと言われてます。しかしここでビタン、ふんなー、自分に弁出しとる。赤子にもハンマー裕次郎にも平等に効く弁だ。田中もシャーマンやったんかい。俺今トス呼ばなかった、一瞬ビビったんだ。チキショー、後悔は試合終わってからクソほどする。大して取り柄もねえ俺がてめえのミスに勝手にへこんで足引っ張ってちゃどうしようもねえ。次は決めます。これを見てコーチが今それを言えることが十分取り柄だって笑ってくれるんですよ。いい返し。そうよね、ここで落ち込まずに自分がブロックに止められたことだけじゃなくてボスを呼ばなかった自分の度胸のなさ、その失態まで自分で直視して、でもそれを今引きずってる場合じゃない。だから次決めます。ここまで言えたらそら取り柄よ。何人が同じことこの状況で言える。ほんまメンタル王。そこを簡潔にまとめながら笑い飛ばしてくれるコーチ、さらに田中が救われるよ。恥ずかしそうやけどめっちゃ褒めてるからな、鵜飼コーチ。続いてリベロのワタッチのトスを見て何かコーチ考えてますね。なんやろ、ええー、なー、色違いのユニフォームかな。続いて田中、再びトスを呼びます。ここでコーチが普段からミスが少ないわけじゃない、すぐ挑発に乗っちまったりする、でもアズマネに次ぐチームナンバー2のパワーと何より崖っぷちに追い込まれた時にパフォーマンスを落とさないメンタルの強さ、歯切れもないエースの資質、この言葉とともに田中が点を決めます。これは読者も読んでて嬉しくなる言葉。鵜飼コーチが疑いようもなく田中にはエースの資質があると、そこまで評価していたと初めてわかるシーンです。いやーいいなーと思ってたら、次は入畑監督から見た及川。及川はセンスもある、努力も惜しまない、ただ2つ年下の影山という才能の塊と比べた時、及川は優等であるが天才ではない。それでも断言できる、今の段階でセットスターとして優れているのは及川であると。これもね、影山と比較すると天才ではないと言いつつも、今の段階でセッターとして優れているのは及川であると断言する、言い切ってるところに及川への評価の高さを感じます。それでもまだ足りひんけどな。指導者たちが選手を評価しているのは何回見ても気持ちがいい。ここで影山の代わりに菅さんが投入されます。最初はコーチも険しい顔してるんですけど、菅さんがチームメイトを和ませてるところを見て後ろで笑ってるんですよね。これこの動画作るまで菅さんの100億点スマイルで気づかんかった。あーすいません、気づかなくて。コーチ、影山が菅さんと交代させられて気にしてないかなと伺ってます。ここでまさかのタケちゃんが大丈夫ですよ。え、プライドの高そうな影山くんがベンチへ下げられてへそを曲げてしまわないか心配だったのでは。怖ー、ここまで確信つくのも怖いのにめちゃくちゃニコニコして言うの怖。あー図星や、だって効果音が図星やもん。大丈夫ですよ、影山くんの強さ、うまさの要因は高いプライドと、でもそれを上回る上達への貪欲さだと思うから。この短期間でよくぞそこまで見抜きましたね。ちゃんとプライドが高いことにも触れつつ、でもそれを超えるだけの上手くなりたいという気持ちがあるから。その通りでございます。影山推しの私が何一つ訂正する箇所がない。あとは高いプライドを上回る上達への貪欲さをも上回る顔面の良さかな。続いて菅さんが日向へこのアドバイスをしたことで一本ブロックできたんですね。この流れを迂回
工事ちゃんと見てたんでしょうね。相手の攻撃のタイミングもつかみつつある。菅原よく見てたなと、コートチェンジの時にわざわざ褒めてくれます。こういう目立たない努力を褒められるのめちゃくちゃ嬉しいから。そしてその菅さん交代の時に、でもあれだな、次の時はもっとセンター線積極的に使ってもいいかもな。これを言われた菅さん一瞬呆然とした後、はい、ありがとうございますと大声で感謝します。コーチ何のこっちゃ分かりません。ここで横にいたタケちゃんが、菅原くんにとって次っていうのはすごく嬉しい言葉なんじゃないですか。分かるね気持ちが。とても素敵な笑顔で笑いながら心を読むよね人の。それしかないやん、スタメンじゃないんやから。万年ペンチ温め組やったんやないの。続いて正常の溝口コーチ、選手に向かって考えろ話しろと言います。これは及川の動画でも触れたんですけど、この選手たち自身に相手チームへの対策を自発的に考えることを促すスタイル、めちゃくちゃいい。選手間のコミュニケーションも取れて、試合中にイレギュラーが起きても瞬時に自分の頭で考えて判断できるプレイヤーになるよ。でも思ってる方向に会話が進まなさそうと思ったら軌道修正しようと口を挟もうとする。でもその軌道修正さえキャプテンの及川がやってくれる。それを見てお父ちゃんは安心やって顔で笑う監督がいい。ここのコマジャンショで印刷してこようかな。スマホ裏に貼ろ。その瞬間人類でたった一つのスマホになる。続いて正常のリベロワタッチ、アタックラインギリギリでジャンプしてトスを上げます。このプレーを見たコーチ、正常の DVD 見ててここまでのプレーはなかったからもしかしてくらいに思ってたんだが、正常のリベロもともとセッターだったのかもしれない、もしくはそれに近い練習を積んでるか。トスの技術が並じゃない、これを言ってたんですねコーチは。サンゴ礁を育てながらそこに気づくのもさすがコーチやな。続いて正常、日向のブロード対策を考えてます。考えろ考えろとみんなが焦ってる中、ここで監督があのブロード捨てようかって言い出すんですね。本当に選手が困った時はこうやって助けてくれるんですよ、正解を教えてくれるんですよ。めちゃくちゃいい教育方針。そしてどんなに苦しい時でも互いの意思疎通と考えることをやめるなよ、どんな時でも最善手を探してあがけ、考えるのをやめるな。間違いない、全然バレーボールに限らん、人生ずっとそう。ここから正常盛り返します。鵜飼コーチ、空気を変える一本が欲しい。この時に笑顔輪切り豚の主を見て山口を思い出してピンサーとして投入するんですね。流れ変えてこいと言いますが、コーチ内心は今の言葉でよかったか、山口の士気を上げられたか、プレッシャーをかけすぎていないかとめちゃくちゃ考えてしまいます。鵜飼くん不安そうな顔ダメですって言うんですね。なんか今回の動画からめちゃくちゃコーチにためになるアドバイスしてるタケちゃん。コーチよりも年上の一人間として役に立つアドバイスばっかりしてる。しかし山口のサーブはここはネットを越えないんですね。コーチとタケちゃんはドンマイですよ山口くん、気にすんな、切り替えろと言いますが、どう考えても切り替えれてません。小4の時の弁当忘れた時の俺、家庭訪問で先生に地球が終わったみたいな顔してましたよって言われた時の俺。そして最後変人速攻を放ちますが、これをブロックに止められます。試合終了、セットカウント2対1で勝者青葉城西高校です。試合後影山ひなた水で汗を流してます。ここで影山ひなたに悪かった、最後完全に読まれたと、あの影山が普通に謝るんですね。それに対してひなた怒ります。俺にあげたのが間違いだったみたいに言うな、こう言うんですね。その気持ちもわかる、でも謝りたい影山の気持ちもわかる。そんなどうしようもなく行き場のない感情を持ってる2人の前にミーティング始まってしまいますよ。武田先生が現れます。今日も素晴らしい活躍でしたよ2人とも。でも負けましたと日向は返します。確かに負けました、でも実りある試合だったのでは。そんな言葉を言われても日向たちは納得いきません。それを察した竹ちゃん言葉を変えます。負けは弱さの証明ですか。君たちにとって負けは試練なんじゃないですか。地に這いつくばった後また立って歩けるのかという、君たちがそこに這いつくばったままならばそれこそが弱さの証明です。耐えたぞ。あぶなー、この笑顔にやられそうやったわ最後。こういうのよな名シーンって、負けたから弱い、終わり、失敗じゃないんです。この敗北こそが次への道を塞ぐ壁であり、それを乗り越えようともう一度思えますかと、あなたたちは試されてるんですよ。そこで立ち止まることこそが弱さであり失敗だよと、この二人にも分かるように伝えてくれる。そしてこの立ち上がった二人のこのコマ、これに泣ける。ほんま上手この言葉選び。だってこの二人の性格上こんなことを言われて立ち上がらない
ないわけがないし、この言葉を言ってくれたから今のこの敗北だけを見るんじゃなくて立ち止まってる場合じゃないと、ちょっとでも2人の思考が切り替えれたんやと思います。その2人を見るこの笑顔がもう聖母、聖母より聖母。はい、ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。ちょっと長なってしまいましたけど、やっぱり名シーンなんで切りのいいとこまでさせていただきました。次回は東京合宿ですね。楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今回の未公開シーンは試合後のご飯のシーンです。試合後先生のおごりで居酒屋お座りに行きます。走ったりとか飛んだりとか、筋肉に負荷がかかれば筋繊維が切れる。試合後の今なんか筋繊維ブッチブチだ。それを飯食って修復する。そうやって筋肉がつく。そうやって強くなる。だから食え、ちゃんとした飯をな。食え食え、少しずつ、でも確実に強くなれ。よかった、もう言えへん。解説どころではない。名シーンしかないんか。